こんにちは夫婦のお店カウンセラーの佐々木平野ですただいま土曜期間中です4月17日から土曜に入っていますそのためとってもイライラし,しやすかったりもしくは悲しくなっちゃったりあれもこれもやりたくって欲張りになっちゃったり今までずっと 我慢していた買い物をついついしちゃったりそれから、えー、とそこまで言わなくてもいいのに言っちゃったりなんかそんな風に気持ちが乱れる時期期なんでですこの土曜期間は5月5月日まで続きますそして本格的に初夏夏がやってくるっていうことになるんです。 ですのでちょっと今の間気持ちが乱れて、うん、気持ちよくないかもしれないですが土曜期間なのでしょうがないんです。お家のお掃除整理整頓などして過ごしてくださいね。それでは今日はこの辺でごきげんよう。